すいません。すいませんね、治りゃいいけどさ。おはようございます。おはようございます。今日はいい感じだね。本当に、いや、本当にやります？やるね。今日は面白いよ。前営業マンをなんか口説いた動画あると思うんですけど、はい、可愛い子ね、リリちゃん、リリちゃんだね、はい、一応リリちゃん。たまにはいいじゃないですか。ちょっと二人で行きません？いや別にみんなのいいかな。ああ、本当ですか。うん、私たま二人で行きたくないですか。まあ、可愛い子ちゃんをまさかのドッキリにはめようかと。ちっちゃい時間言ったなもん。でもちょっともう大好物。あの戦場のやつはマジ腹立ってるね。いやそれは普通にこれぐらい距離かな。ちょっとすごいっすね。そういう感じ。ちょっと、はい、あれやばかったね。あの戦場のでもあれいいねがいっぱいついたんで、いいね、はい、もうちなみにこれ今日は、はい、あの戦場ドッキリ、俺がはめられたやつ、あれの今2日後か、2日後です、ね、上がって、はい、で今大反響で300近くいいねがついておるんですよ。そうですね、もうあれついたんで僕助かってますよね。うん、まあ俺もあれがついてなかったらもう今頃手足くって多分不仲だと思う。まあ今回の本当企画はもう本当に面白いと思うよ。ちょっと説明してくれる内容を、はい、ウッドデッキなんですけど、うん、一部分がちょうどもともと割れてるんですよ。これ割れてんだわ、本当運よく。うん、これを、うん、ちょっと踏ませようと思って。踏んでイチャモンつけます。最後に俺が登場で、俺はいないよね。いないね、うん、俺はもうまたこの間みたいに電話で、そうですね、つないどいてつないどいて、はい、やるわけだね。はい、よし、じゃあ下行きましょうか。ジャンプで行きましょうか。来ます。え、まあぼちぼちでしょう。まあ時間的にまあまあぼち来るでしょう。はい、まあ、下で待っとる。わかりました。11時、まあカメラ回してね。だから張り切ってくる。張り切って。じゃあ本当に俺結構煽ったもん。本当ですか。いや結構視聴者からコメント来てたからさ。ああ、可愛いとか来とった、可愛いとか来とったね。さ、頼むわ。はい、わかりました。いやいや、もうわかりましたって。それなのにまさかの1回目ドッキリに。まさかの1回目で200万円の案件だとは。地獄に落ちちゃいますね。あ、地獄に落ちちゃう俺ら。楽しみにしましょう、はい、まあちょっとじゃあここ、まあ、現場なんで下降りるね、はい、せーの、じゃあ。あー、緊張してきました。なんか、はい、来るっすかね。ほんと100個ですね。でももう時間近いっすよ多分。ほんとそろそろです今。はい、あとほんと数分で来ると思うんですけど、全然来ないですよ。あ、来た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 。お疲れです。めっちゃあのシャツとワイシャツとスーツみたいなズボンで来てますけど、ケレンやばいでしょ。めっちゃバチバチに決めてます。お疲れです。お疲れ様です。ケレン作業なんですけど大丈夫ですか。服装は大丈夫です。いけます。絶対汚れると思うんですよ。まあ洗濯すればいいし、はい、全然大丈夫です。この辺も多分使われると思うもんね。ちょうどなんか入りとか、はい、緊張しちゃった。ちょっと緊張僕の方が緊張してきたんです。マジで。本当大丈夫です。大丈夫です。バレるぞバレるぞ。とりあえず2階に鉄部があるもんで、鉄部のケレンして、まあこういう風にやっていきますみたいな。とりあえず上行きますか。はい、はい、大丈夫ですか。え、取られてる？マジで？この錆止め、まあ、ちょっと天気悪いんで、あのペンキ多分塗れないんで、まあ、ケレンの作業をこういう風にやってるよっていうのを一回体感してもらって、で、どういう風にしよう、まあ、意外と大変やったでもいいし、感想言ってもらって、まあ、最初やしそれでいいんじゃないですかね。あんまりその濃くやるとハードル上がってっちゃうんで、はい、まあ最初は簡単な感じでいきますか。はい、じゃあ撮ります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はですね、なんと僕じゃなくてプランナーのリリーちゃんが YouTube デビューということで、めっちゃ緊張します。緊張するよね。今日ケレン作業してもらうんで大丈夫ですか。はい、できますか。ケレンやってみたかったんですよ。ケレンやってみたかった、はい、新しい。ね、暑いし大変だけど今日も可愛いですね。ありがとうございます。はい、
じゃあちょっと早速やってみます。でこれサビ、これ取れます？ちょっとこうやってサビが、ちょっと今水ついてるんですけど、サビが出てる状態なんですよ。でこれを刃物とかマジックロンとかこのワイヤーブラシで削っていくんですよ。じゃあ実際ちょっと僕やってみますね。これすごい天気飛ぶけど大丈夫？本当にすごい、なんか思ったより飛べますね。飛ぶよね、絶対汚れる。ごめんね、軍手も渡しなくて、はい、で今回ウッドデッキ塗らんもんで、基本汚さず養生しっかりして塗装するときは結構大事にされてるやつだね。まあ、汚さないように。はい、やりますか。こっちやってみます。はい、はい、じゃあ川崎から。はい、え、向きありますかこれ。向き普通に、はい、こっち下でいいんじゃないかな。 こっち下、はい、はい、左利き。あ、そうです。はい、角の方とか下の方とかしてで、多分下取れてますか。うん、あ、いいと思う、いいと思う。大丈夫なもんですか。もうちょいした方がいいですか。うん、もうちょいした方がいい。緊張してるとバレるんじゃねえか。これ次マジックで。あ、うん、はい、はい、これ向けは、もうちょっと多分前に、前にやった方がいいかもしれない。前、うん、あれ、え、バキって言ったけど今ちょっとどこかバキって言った。え、やばくない？割れとるけど。踏んだ思いっきり。いや、私上に切ってただけで。やばくないこれ普通に。やばい、どうしよう。これあの塗らんよこれマジで。俺ら、はい、触らんからねマジで。うわ、結構がっつりとる。参ったな。どうしよう。どうする。ちょっと、いや、ちょっと待った。ちょっとあっち行こう。やばいな。ちょっと大工さん呼んで直してもらいます。大工。はい、あそこ部分で。はい、いや部分で直すかやばいでしょ。いやお客さんこれ結構何大事にしろって言っとったでさ、俺らも結構気遣ってやっとったんやけど、何バーンってやったの。いや普通に。嘘や絶対それやったら割れんもん。あの風にこうやってやったんじゃないの足で。どう、いやあんだけ割れとるってことだって思いっきり踏んでなかったらならんくない普通に考えて。だって見て、はい、見て、これならんもん。そうです。そうでしょう。はい、とりあえずお客さんにちょっと報告して、ちょっと部分で変えるか全部変えるか。いや部分は絶対無理、これ全部直さなあかんと思う。これいくらぐらい直ると思う。これ全部ですか。うん、20万ぐらい。20万。いやそんな20万って無理でしょ。200万ぐらいで行くよ普通に。ビスの数が数えてみせんの。これ1個ずつ釘の数とか。もうお金だよ。でこの手すりも全部取らなあかんし、そんな部分で直すって言ってお客さんがね納得するわけじゃないだろうし。物損で何、塗装班で物損取った方がいいの。やっぱ YouTube 撮っとるって。じゃあ俺が出てって言ったもんで、塗装班で物損、俺そんなちょっと無理だわ。その塗装班の職長としても200万とか出せんわ。私会社もなんていうか分からん。そうですよね。うん、じゃあもうあれがほんと腐っとって割れとるなら分かるけど、それはもうバーンってやって割ったんだな。それはちょっと降りんのじゃない。全部払います。払う200万を。いやもう そうしかないですよ。200万を。はい、ちょっととりあえずちょっと店長に電話します。店長に電話して。店長。はい、いや店長とかってよくない別に今現場のあれやで。いやまあとりあえず怒っちゃったことはちょっと言った方が。ああ、いやでも今店長とかじゃなくて、ちょっと今ちょっとどうするか考えよう。本当に何が最善。一番やっぱ直すことが最善やで。直すことが最善ですよ。だよね。店長にでも電話しちゃったらあれ直らんと思うんだ。やばいね。じゃあ言ってあげたら泣くよ多分。泣く。いやでも本当やばいぞあれマジで。やばい。どうするのがベスト。弁償本当するの。いや、できる。200万。どうやって払うの。どうやって払ってくるの。借金、まあ、とりあえずの見積もり。店長が取ってきた物件なんで、ちょっと店長には
報告しないと。いや、今いいって、そんな店長とかいいって、店長だったら解決できる。いや、でもとりあえず、まあ、お客さんにちょっと報告した方が。なんで、ちょっとってきます。いやいや、お客さんに今報告したら怒られるから、黙って直した方がいいって。いや、でもこんな全く同じように直せないと思うんで。いや、でも全く同じように直せたら隠しとした方がよくない？いや、隠せないですよ、こんなに。いや、隠した方がいいって。だってじゃ余計怒られるよ。お金払わんと言われたらどうすんの、一件の。俺ら、塗装してさ、いや、もうこんな隠せないんです。じゃあ、大谷ちゃんが1個木切っただけ、木をさ、割っただけで、俺らもう塗装のお金入ってこんって言われたら嫌やで。それは隠し通して。いや、それで嘘つくこともやっぱ大事だと思うよ。もともと割れてましたって。そう、もともと割れとったっていうのか、こっそり直して、まあ、200万やったら職人一気に20人ぐらい入れるで。20人で直したからやっぱ1日で終わらん。そうですね。もちもち来てもいいよって言ったら席がないしね。どうしよう。直します。直せんの本当に。いや、直さないと。どうやって直すの？やばいです。本当どうやって直すの？どうしよう、本当。すいません。すいませんね、直りゃいいけどさ。どう？やばいだろ。なんかほらんもんな。どうする？直します。お疲れ。お疲れっす。どうした？いや、もう取った？どうしたっすか？はい、あの、物損起こして。え、物損起こして。あ、そうなの？物損起こしたんですよ。すいません、社長。ちゃんと撮ってほしいですよね。YouTube 撮った？いや、今撮ってる最中で物損起こして。ちょっと私の方で直します。直せんだろ、これ。いくらすんの？300万です。300万最後払う？はい。無理でしょ。大丈夫か？大丈夫です。本当のこと言っていい？はい。この人めちゃめちゃ嫌なやつだよ。あれ、最初から見てたから。ずっといたから俺。最初から見てたから。最初から笑ってました。最初からだった。別に私が吹くわけじゃないですか。いやいや、じゃあ待てよ。え、ちょっと待って。もう複雑になっちゃう。もうマジやばかったもん。クラクラ、ま、見たことないくらい。ちょっと目がもううるんどる、ちょっと映して。ちょっとほっとした。顔がほっとしちゃうじゃん。ちょびがうるんどる。多分あれじゃない、この間あの先輩ドッキリしたもんで、今度騙されたんじゃない。そうですね。回ってくるから。回ってきます。もうこれ YouTube の宣伝なんでね。これから楽しみにしようね。実はだいぶビビっとったね。ビビってましたね。俺全部電話で聞いてたから。え、そうなんですか。でも偉いね、お客さんに言うって言ったね。嘘つきゃいいのにって言ってた。いや、ダメですみたいな。すごいなと思って。すぐ店長に電話するとか、うん、あのウッドデッキ屋さんを呼ぶとか、うん、対応が早かったですね。うん、やっぱ現場で事故とか。でも結構隠しとるらしいじゃん、現場で。え？え？そう。どうだった？もうビビった？いや、なんかめっちゃ怖かった。でも今思ったらなんか、やって寺西さん何言ってんねやろみたいな。今思ったら。やばくない？今思ったら。今思ったら。すいません。だってこんなキャラじゃないじゃん。俺電話聞いたらデラ怒っとったじゃん。そうですね。こんなキャラじゃないじゃん。いや、なんかめっちゃ怖かった。店長に電話する人ができる。うん。やばいなと思って。いや、でもそれがすぐ出てくるのがすごいですよね。あ、すごい。うん、偉いなと思った。まあ俺はもう楽しいだけだったもんね。あんまりそこはあんまり感じがないけど。お、真面目だなと思った。あ、ちゃんと適正な。そう。しかもあんな隠せないじゃん。今隠すって書いてたけど、ちょっと焦っとったでしょ。でも焦りました。やばい。対応が早すぎて。これから結構、まあ、スタメンで出てくれるようにお願いして、まあ、週1本ぐらいは欲しいなと思ってますんで。あの、面白いわね。ちょっと慣れてきたらちょっともうみんな騙しまくろうぜ。職人とか騙しまくろうぜ。面白いの。そうですね。やられたらね、やり返す。やり返さないといけないです。やる側の方がやっぱ気持ちいいわ。そうそう、まあ、よかったらだよね。対応が良かったですね、本当。じゃあ勉強になりました。ありがとうございます。撮影中ありがとうございます。いや、もう本当にちょっとやり返しますね。ちょっとやろうか。ちょっと企画持ってこいよ、今度。はい、俺もちょっと考えとるで。また見てね。
Oi.